ボア、ルース・ナガノは、日本の長野県長野市をホームタウンとする、日本フットサルリーグに加盟する、フットサルクラブチーム。2011年3月、長野市で活動する数チームの有志で創設。チーム名のボアルースはポルトガル語のボアと、ルスに参入しており、北信越フットサルリーグ一部には、セカンドチームとなるボアルース・ナガノ、ベルメリオが参入している。 2020から21シーズントップチーム公式戦開催会場は下記にて開催。2011年3月に創設。同年の長野県フットサルリーグで優勝し、出場した北新越フットサルリーグ入れ替え戦で勝利し、翌年の北新越フットサルリーグに昇格。2015から2016シーズンに北新越フットサルリーグで初優勝した。 2017年には F チャレンジリーグ2017から18に参戦。全7チーム中6位。2018年1月18日、日本フットサルリーグへの加盟が承認され、2018から2019シーズンからの2部制導入により新設される F リーグディビジョン2へ参加が承認された2018から19シーズンは F2 で11勝3敗の成績を残して優勝し、 昇格プレイオフでも F1 最下位のアグレミーナ、浜松に勝利して F1 昇格を決めた。2019から20シーズンは初のトップディビジョンでの戦いであったが、0勝4分29敗と一勝もできず、苦しみ、最下位の12位でシーズンを終えた。最下位は F2 の2と F1 参入プレーオフを戦う予定だったが、ボスクオーレ仙台が F1 ライセンスを剥奪されて F2 に自動降格したことでボアルウスナガノは F1 残留が決定した。2020から21シーズンは2勝を挙げて最終節まで11位に1、F1 残留の可能性が高まったが最終節に12位の YSCC 横浜に勝ち点で並ばれ得失点差で上回る横浜が11位。 長野は2年連続で最下位の12位となった。この結果、F2 覇者のトルエイラがシワと入れ替え戦が行われるはずであったが、カシワは2021シーズンに F1 ライセンスの付与条件を満たせず、F2 ライセンスが付与されたことで、入れ替え戦の結果に関わらずカシワは、次シーズンも F2 に参戦することになった。 結果、柏は入れ替え線を辞退し、長野は2期連続で F1 残留を決めた。ありがとうございます。